特徴ある企業や商品サービスを紹介するビジネスのヒゲのコーナーです。今週は今まで手が届かなかったプロの機材に手が届きます。横浜市中区中央図書館近くのシークラボラトリー未来創造ものづくり研究所。どんなものが作られているのか中にお邪魔してみると、こちらのスペースは 3D スキャナーや 3D プリンター、ハイエンドのソフトウェアなどが利用できる会員制ラボラトリー。会員は月額1万円の会費を払い、 3D モデリングのプロが使う機材やソフトウェアを月に16時間まで使うことができ、アドバイスを受けることもできます。運営しているのは株式会社シーク。大手自動車メーカーや家電メーカーの設計業務、モデリングで多くの実績を持つ企業です。本社の方で行っている 3D ビジネスというところを、もともとメーカーさんとのお仕事の絡みが多いもので、機密情報がすごく高いんですね。でそういったものを我々の中ですごく高い技術のお仕事をしているのにかかわらず、なかなかそれをこう表に表現することができなかったので、もうずっとそのジレンマの中でお仕事をしてたんですけれども、3D プリンターという人気を、受けてですね、我々もようやく表に対して表現しやすい時代が来たのかなという思いから、3D の、コミュニティスペースという形をとってスタートさせたのがきっかけです。メインはやはりものづくりに関心のあるクリエイターの方ですとか、あと個人事業主の方、もしくは日中はメーカーで働いていらっしゃるサラリーマンの方でも、アフターファイブで 3D CAD を触りたいとか 3D スキャナーをいじってみたいという方がいらっしゃれば、そういう方が集まっていただけるとすごく重宝されるんじゃないでしょうか。横浜で自転車のパーツを製造する次郎丸勝さん、こちらのスペースを使ってオリジナル商品を開発製造しました。自転車用のチェーンリングカバーといいまして、裾が汚れないためにするチェーンリングカバーなんですけども、それがこう着せ替えができるような新しいタイプのユニークな、自転車チェーンリングカバーを作っています。製品の設計から 3D プリンターで出力するところまでちょっとお世話になって、アイデアをですね形にしたいときに、設計からその試作までワンストップでこのラボで完結してしまうというところが、とてもいいと思います。はい、個人事業者やクリエイターに対し 3D 機材導入のハードルを下げ、使い方のアドバイスも行うこちらのラボ。今後の展開を伺うと、今現在はリアルに路面店として展開しているんですけれども、ゆくゆくはサイトとリンクさせる形で、バーチャルとリアルをうまく融合させた形で世の中の 3D デジタルというものを訴求していきたいなと考えています。 3D プリンターがここまで身近になると、なんか思わず自分も何か作ってみようかなっていう気になりますね。3D プリンターってやっぱりものづくりの敷居をこうぐっと下げたと思うんですよね。しかも 3D プリンターって一言で言ってもやっぱりピンからキリまであって、今回のような本格的なものがね、こうオープンなスペースの中でこう使えますよっていうのは、すごいアイデアですし、こんなに 3D プリンターが身近に、なってきたんだなっていうのを実感しましたね。そうですよね。本当未来の機材としたもんね、イメージでは。そうそう、もうあっという間にこうちょっとアイデアがあって、こう試作品を作りたい。でもやっぱりいちいち金型を作るっていうのはとてもとてもこう、ハードルが高かったです。ハードルが高いでしょ。それがこうパッとできるようになりつつあるということでいうと、アイデアですし、でああいういろんな人が集まってくる空間っていうのは、こう知恵も集まってきますからね。そういうところからまた生まれてくる何かっていうのを、そこも期待できると思うんですよね。そうですね。